こんにちは。高島塾代表の高島です。今回はスマッシュ打法の4項目について説明をします。ゲストは元世界チャンピオン、1979年度のシングルス世界チャンピオンの小野誠二選手です。まず1番目にはショート系に対するスマッシュ打法です。2種類やります。回り込んでのスマッシュとフォアへ飛びついてのスマッシュです。1、2、3、1、2、3、1、2、3。回り込みのスマッシュ、基本的なスマッシュ打法です。次は世界選手権で優勝した時のカミソリスマッシュと言われるだけのスマッシュを打ってみます。回り込みのスマッシュ打法は、バックスイングを大きく取るよりもフォロースルーを大きくします。特に小野選手の場合は腰の入り方がすごく前方に行きます。で、股関節を上手に使っています。肩関節もグッと抑えて、最後のスナップがよく効いております。スマッシュの威力はもう最高にすごいです。足が来てる。次はショートに対して飛びつきスマッシュです。ショートに対する飛びつきスマッシュをクロスとストレート、小野選手の場合は飛びついてのストレートが得意です。飛びついてストレートは非常に難しいんですけども、非常に、ポイントの上げる武器になります。ストレートのスマッシュです。サンキュー。シェイクハンド攻撃型のショートに対する回り込みスマッシュです。
はシェイクハンド工芸型の、タイショートのフォアの飛びつきスマッシュです。ストレートとクロス両方です。